界を目指すって言ってたっけか。必ず三度も偶然。これはもう静香さんも一緒に群馬。あなたたちと同行すると胃の暮らせていただきます。けれどこの非常時の状況下ならリスクを避け長距離移動をする手段としてキャンプ用車両が合理的と判断したまでよ。何にせよゾンビ世界の移動手段の定番といえば。あ、ですよね。俺も同じこと言ったんすよ。そうよ。せっかくの機会ではございます。けど静香ちゃん免許持ってないんだよね。アライアンス組むメリット見込めるって。いや、3人の方が安全だって。行きましょうよ。キャンピング